こんにちは。今日は9月に購入したプチプラのスキンケアその他を紹介していきます。はじめにこちらはミシャのリップ&アイメイクアップリムーバーになりますね。こちらは9点で購入したんですけど、3本セットのものを購入しました。ちょうどメガセールみたいな感じで9月はやってたので、その時にちょっと気になっていたものなので購入しました。価格は多分セールとかで変動するんですけど、1000円ちょっとぐらいか1000円以下ぐらいで買えたと思います。届くのも結構早かったですね。1週間ちょっとぐらいで届きました。そしてこちらシャンプーになりますね。グラフィンでいいのかな、ヒノキシャンプー。まあなんか商品名は育毛シャンプーみたいに書いてたんですけど、私は髪の毛自体が細いのでこう太くするような感じの目的で買ってみました。シャンプーだけで、でもう一つこちらのブラシがついてました。まあ今は100均のヒノキのブラシ使ってるんですけど、それがちょっと汚れたり捨てるようになったらこっち使おうと思います。一応500ミリのもので、まあ結構容量も多いんですけど、まあ効果はどうなのかわかんないんですけど、今のがなくなり次第使ってみたいと思います。そして同じヘアケア関係でルシードエルの、まとめ髪用のワックスですね。アレンジアップワックスのウォータージェリータイプです。こちらいつも使っているものでリピート買いしました。そしてこちらロフトで購入しました角質拭き取りピーリング化粧水。拭き取り化粧水大好きなので新しいのが出ると買っちゃうんですけど、こちらも初めて見つけたものですね。フランスでナンバーワンって書いてます。商品名はブランハニーでいいのかな、ブランハニーピーリングローションだそうですね。こちらも結構量が多めなんですけど、450ミリなのです。キャップじゃなくてポンプ式なのがすごく楽でいいですね。こちら購入してみました。そして同じく角質柔軟お米の優しい拭き取り化粧水。こちらも拭き取り化粧水になりますね。米ぬかとかが入ってるタイプで500ミリですね。商品名はしとやか肌拭き取り化粧水になります。こちらも拭き取り系の化粧水初めて見つけたものなので購入してみました。そしてこちらコフレドールの毛穴つるんとカバー化粧持ちした自由部位 SPF50 の PA3+。 今だけ増量でこの10日分のミニサンプルがついてるのが、あ、いいなと思って買ってみました。こちらもちょっと気になってた下地なので使うのが楽しみです。でこれを買った時にサンプルがいただけるということで、こちらリュウのベースメイクのサンプルですね。化粧下地とクリームファンデーションのサンプルをいただきました。この製品使ったことないので、まあちょっと楽しみです。そしてこちら最近新しく出た雪肌精の乳液ですね。テスターで試してみたんですけど、乳液なのにすごい本当にここに書いてるような浸透感、本当にもうスーッと伸びて消えていくような感じで、乳液独特のこうベタついて残る感じがなくてすごいサラッとしてて、あ、いいなと思ってちょっと買ってみました。こちらも化粧水がサンプルが1本入ってましたね。うん、これは冬場とかいいかな、使
使っていこうと思います。そしてこちらも新商品ですね、サボリーノの朝マスクのプレミアム、いちごの香りのものですね。前回に出たなんかいちご系のやつ、見つけられなくて買えなかったので今回買えてよかったです。こちらまだ今別のストックがあるので、ストック使い切り次第買おうと扱っていきたいと思います。そして同じくプレミアムの柚子の香りの方も購入できました。これがラスト1個だったので速攻買っちゃいましたね。結構売り切れが続出してるんじゃないかなって感じです。柑橘系の香り大好きなのでこちらも使っていきたいと思います。そして最後はいただき物ですね。こちらお土産でいただきました。北海道限定のプレミアムルルルンの、これがハスカップの香り、酸っぱい系の匂いかな。ハスカップ自体がちょっとよくわかんないんですけど、多分こういう絵に描いてるような果実なのかな。甘酸っぱい果実だ。こちらは1枚入った小分けのパックが5個入ってるものですね。いつも北海道行くと買ってきてくれる同僚の方にいただきました。使っていきたいと思います。今回のスキンケア関係のプチプラ購入品は以上になります。ご視聴ありがとうございました。